なんか新しい感じしますけど。アロハー、こんにちは、あつこです。今日私はカハラモールに来ました。注目度が再び上がってきているカハラモール、何でもある大型モールは併設店にもチェックしたいおしゃれなお店が多いぞ。カハラモールにあるホールフーズっていうスーパーマーケットに併設されてるプカスっていうあのスポーツバーみたいな感じのレストランに行ってみたいと思います。それでは行きましょう。マロハワーイ。こちらがプカスさんです。モール併設ということもあってイートインコーナーが広いです。早速ですがこちらがメニュー。プカスさんはロゴも綺麗ですね。ちなみにこのマークがついているものはローカルのものらしいです。こういったデイリースペシャル、日替わりのお得メニューとか平日のハッピーアワーとかそういったサービスもありますし、お酒とかアルコールも充実してますね。今日はオノポップスのライムソーダを頼んでみました。これがそのライムソーダです。いただきます。結構甘い。ライムが爽やかで喉越しは甘くてすっきりします。ちなみにローカルメニューが多く、ワインやウイスキーも地元産のものが多いですよ。飲み比べもしてみたいですね。こちらマウイタローバーガー来ました。すごい綺麗で、ビーガンの人はチーズなしにもできて、チーズ入れたい人はチーズ何種類からか選べます。で、私はちょっとお姉さんのおすすめのチーズにしてみました。ちなみにサイドはフレンチフライかサラダか選べます。今日はせっかくなのでヘルシーにサラダをチョイスしてみました。早速いただきましょう。まずはサラダから。サラダは間違いなく美味しいです。ちょっとこれで野菜不足を解消したいと思います。そしてバーガー。そう、あったかいで、私ちょっとタロバーガーなのですごい紫のバンズが来ると思いきやそんなわけでもなかったですね。見た目が可愛いですね。バンズを挟んでいただきます。いい香り。カリッとフライした感じのタロのパティのベジバーガーで、ソースがスパイシーなんですけど辛すぎることなくパクパク食べられちゃいます。なんだろう、このベジタリアンミートみたいなのがすごいカリッカリに焼いてあります。揚げてあるのかな。カリッカリですね。いいです。こう大豆とかで作ったビーガンミートでこういったベジバーガーはあると思うんですけど、タンパク質ではなくてこの炭水化物である芋でパテを作ってハンバーガーにするというのがなんか新しい感じしますけど、タロのパテが結構カリッと揚げてある感じで、味付けも結構しっかりで、そしてチーズも入れたので濃厚な感じなので、フレンチフライじゃなくてサラダ付け合わせにしたのは正解だったかもしれない。店内ではスポーツバーのようにテレビでスポーツを観戦しながら食事やお酒を楽しめるようです。写真家のクラークリトルさんの写真がおしゃれに飾ってあるのは SNS 映えしそうですよね。ちょっとハンバーガー美味しかったんで全部完食したんですけど、ちょっとパンな感じでね、まだね食べたい感じするので、4ピースだけあるこのお寿司、ちょっとアメリカンスタイルのお寿司だと思うんですけど、このビーガンのお寿司ファイヤークラッカーロールっていうのを注文しちゃいました。こちら
ブラックライスにアボカド、キュウリ、マンゴー、キャロット、ガーリック、ハラペーニョ、ビーガンマヨネーズで作られたビーガン寿司です。なんともビーガンに優しい料理ですね。彩りが綺麗ですが、いただきましょう。日本にはないお寿司ですよね。レモンをかけてわさび醤油でいただいてみます。黒米が少し癖がありますが、サラダ寿司といった感覚ですね。素材の食感もありますし、どことなく甘じょっぱい味付けは健康的で、ちょっと小腹が空いた時に最適な料理です。ご飯物も美味しいし満足ですが、お酒とププを楽しむのもおすすめなお店です。気の合う仲間やフラッと一人で来るのもいいですね。それではマハロー。ごちそうさまでした。深須行ってきました。とね、すごいハンバーガーも寿司も美味しかったんですけど、個人的にはなんかこうみんなでお酒とか飲みながら、ちょっとフィッシュ&チップスとかチキンウィングとかフレンチフライとかこうつまむ感じがいいのかなと思いました。で、あのゲームを見たりとか、そういう風に使ったり、あとはなんかちょっと小腹が空いた時に寄ったりっていう感じに使うのがおすすめかと思います。なので皆さんもホールフーズ行ったついでとかにちょこっと寄ってみたりするといいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。